はい、渡辺です。今回はね、レジスタンスサプライドロップ20個プラスレジスタンスワイロ2個開封のプレイ実況をやっていきたいと思います。はい、頑張るぞ。早速ちょっと開けてきますかね。これレジスタンスサプライドロップね、20個なオープンするんでね、残り17個になるまでねオープンしていきたいと思います。ここでこれやってるね。お、何が出てる。俺じゃあここでやる。レジスタンスサプライドロップGO。武器のエピックとかヒロイク出てくれないです。これ武器 XP はちょっともういらないですね。次 GO。 真ん中持ってる。あ、レジスタンスワイロは最後にオープンしようかなと思って。武器 XP いらないよ。いいの出ないね、あんまり。ああ、お、冬アイテム。もうほとんど武器 XP ばっかり出るな、これ。ちょっと困るね、これ。今回はちょっと引きがダメですね、これ。おお、毛玉ハンドガングリップエピック出ました。武器 XP ばっかり出るな、これ。ちょっと困るわ、これ。うん、ほとんどもう重複なんですよ。あ、レジスタンスのこれ持ってるんで、ヘルメット前回出たんだよ。違うヘルメット出てほしかったな。お、オランダ軍歩兵師団レジェンド出ましたね。あ、重複か。今回引きダメだな、これ。よくないっすわ、これ。ああ、ちょっとダメだね。うん、 XP5 分間はいいね。ちょっと全然出ないっすね。死者エンブレムレア、あと9個何個か。おーおー、いいの出たぞ。抵抗するもの2歩兵ヒロイック出たー。きたー、嬉しい。で、真ん中がフェイスフル M1903 エピック出たー。きたー、嬉しいで。いいね、おー、ヒロイックのエピック嬉しいだ。次、一気バス消化。この調子で。おお、アミンマシン持ってるんだよ。次、もうちょい、行ってほしいっすね。ああ、ヘッドショット、あ、持ってるんだ。ああ。あと5個っすわね。もうほとんど重複だね、これ。遠方からの死降臨カードレジェンド武器ほとんど持ってるっすわ。あと3個ですね。早いな。あと2個。うん、 XP10 分間あとラストですね。重複17個になったんでね、もうこれで20個オープンしたんで。で、ふあれあれだな、レジスタンスワイロちょっとオープンするんでね。レジスタンスワイロ GO。 これ重複なしなんでね、まだ持ってないやつが出るんでね。ああ、なんかいまいちだな。ラスト GO。 ああ、ちょっといまいちっすね。ああ、期待してたんだけど。これ XP もね、兵士 XP も上がるんですよ。アクティブブーストがプラス 25%、 兵士 XP が1時間4分57秒プラス 25%、 武器 XP1 時間いらないですけどね。心情調書エンブレムを見てみますか。レジスタンスのこれは何、死者にキラーで迷彩を選択。面白いね。
で、フクロウか、これ捕食者、降臨カード、レジスタンスのやつが出たんだね。お、あ、増えてる、増えてるね、これね、森林地帯のふ、なんていうの、これちょっとわからないですね。ノーマルで、これバリケードの後ろでレア、これ降臨カード、ちょっとまだ緑のやつは消えないんですよ。これユニフォームが、あ、待てよ、あ、そっか、何が出たのかな、これさっき空挺が出たのかちょっと分からんな。 あそっか、歩兵が出てるんだ。の抵抗する者2ヒロイック、おー、すごい、抵抗する者2、ソ連地下組織の、これレジスタンス、レジスタンスだね、これで、ね、ヒロイック、抵抗する者2ヒロイック、レジスタンス、嬉しいな、これいいっすわ。で、武器がね、スナイパーライフル1種類だけだな。 M1903 のヒロイックが出たね。フェイス、あ、ヒロイックじゃねえか、あれ、ヒロイック出てなかったさっき、あ、ちゃうか、フェイスフル M1903、一種類だけだった？あ、一種類だけか。見てみようか、これ。ああ、なるほど。最近 M1903 よく出るんだよ、これ。声。できた子誰もいない方がいいんだけどね。ちょっとなんかうるさいのよ、これ。あ、今ね、チャレンジやってるんだよ、今。あの、タイヤにグレネード5個投げるやつがあるんですよ。だから、こうやって、やってるんですよ、他のプレイヤーさん。こういう感じでね。かっこいいでしょ、これ。スナイパーライフルも最近使ってるんで、チャレンジで。こういった感じで。こういう感じでね。こういう感じです。かっこいいでしょ、なんか赤サビみたいな感じで。またこれ溜まったら やっていくんでね。できれば冬のワイ、レジスタンスワイルね、これあと1日と8時間ぐらい、どちらか買おうかなと思ってるんだけど、分からない、買わないかもしれないしね。以上っすね。はい、以上にしたいと思います。はい、今回はね、レジスタンスサプライドロップ20個プラスレジスタンスワイル2個開封のプレイ実況をやってきました。あと、よろしければチャンネル登録の方もぜひともよろしくお願いいたします。はい、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。